具体的な対策を取ったというふうに考えております。各国が自国の取っている、政策を説明、しましたけれども、一つ一つ その国の政策について、コメントがあるということでは必ずしもありません。日本銀行は CP の改例をすでに行っていますし、それから社債の改例について今検討を行っているわけですけれども、ご存知の通りアメリカは CP の改例をすでに行っていますし、それから今月はこうした政策措置は適切であるという評価であったというふうに思います。必ずしもその日本銀行というふうに特定しているわけではありませんけれども、そうした評価であったというふうに思います。日銀の決定された金利は